ヘブンリーヘリー。ファブエルがデビューを果たして半年、彼らの人気は今や飛ぶ鳥を落とす勢いである。だが彼らがアイドルになった本来の目的の方は暗雲立ち込めているようで。うめえ！ルーシュ君の食べっぷり最高だね。ほらこっちの特上うまうまカルビ焼けてるからプレゼント for you。 え、いいんすか？どんどん食べて。ミカ君どう？美味しい？ああとっても。お口に合ってよかった。あ、ガーブ君クラス空いてるよ。ありがとうございます。同じジャスミン茶でいい？社長僕もう一回牛タンとロース食べてもいい？ひじりちゃん俺はトロットロのホルモンお願い。ナムルとキムチもお願いしたい。じゃあ俺石焼きビビンバ。大ライスも注文しているのに。だってどっちも食いてえじゃん。いいぞいいぞ、全部特上いっちゃおう。僕ちょっとお花摘みがてら頼んでくるからみんな食べ進めてね。あ、店員さんちょっといい？今から花を摘みに行くのか？トイレだろ。ダメだよルーシュ、僕たちアイドルなんだからおトイレなんて行っちゃ。お花を摘むとか虹を渡るとかさ。なんだか社長楽しそうだった。そりゃ俺様たちがこれだけ人気者になったらな。びっくりしたよね、焼肉屋さんの前まで出待ちがいてさ。確かに、どうやって調べたのだろう。子猫ちゃんたちも必死なんだよ、俺様の楽園でとろけたくてさ。ああ、ファンに手を出すのはダメだぞ。食べながら喋らない。もう心配性だな、ピオザワピオノスケは。だからそういうあだ名やめろ。でもさ、この調子でいけば案外楽勝なんじゃない？人類一のアイドルになるのも。言えてる。そうやってすぐ調子に乗る。謙虚な気持ち忘れずに。いやでも強気でいこうぜ。そんでガチで絶対なろう、人類一のアイドル。いいね、かっこいいじゃん。え、ラカスさん、トモさんも？はあ、坂犬社長話してなかったんですか？俺たちが来ることを。うん、話してない。だってサプライズって楽しいじゃない？ドキドキハラハラするから人生ってエキサイティングなんじゃない？じゃあ彼らはまだ何も知らない状態ということですか？その通り、サプライズ大成功。何も知らないって何のお話すか？説明していただいてもいいでしょうか、何が起きてるのか。その前に座っていい？俺も焼肉食べたい。どうぞこちらに。ありがとう。さあトモ座ろう。あ、よっこいショービジネス。いやすごいね、この部屋の中アイドルオーラでキラキラしてるよ。やっぱりわかります、キラキラしたくなくても体からにじみ出ちゃうんだよね。うん、なんか一緒にいたらアンチエイジングできそう。社長そういうのいいですからお話を。だね。何から話せばいいんだろう。ミカ君、焼けてるお肉二人のお皿に。ああ、わかった。ラカス君たち好きなもの頼んでね。はい、メニュー。え、いいんですか？がっつりいっちゃって。いいよ、みんなもまだまだ食べられるでしょ。ああまだ食べられる。なんならこっからが本番だよな。社長俺から話すから、ラカスは注文頼む。え、でもいいの？俺が話した方が早いだろ。確かに。じゃあお願いしちゃおうっと。先日君たちにオファーさせてもらったんだ、テレビ番組の出演を。番組？俺たちの新番組が今度始まる。その名もセラフィライトとケミロ、略してセラケミ。セラケミ？セラフィライトが気になるアーティストと親睦を深めコラボ楽曲を作成していく番組だ。第1弾のゲストをファブエルにお願いしようと思っている。僕たちもっと人気になっちゃうね。だねだね、
ファブエルとインフェルノテラもっともっと人気出ちゃうね。え、インフェルノテラ？ああ、彼らにも第一弾のゲストとして出演をオファーしている。どうかした？インフェルノテラもですか？もらった資料によると、二組はデビューをかけて争ったライバル。でも同時デビューを果たして、今は切磋琢磨し合う戦友であると書いてあるが。友ではないですね。ちょっとガブ君。ああ、もしかして君たち仲悪いの？いや、そういうわけじゃ。君たちじゃなくて、主にリーダー同士がって感じ。おい、仲が悪いわけではない。ただこじらせているだけだ。ミカ、それフォローになってないから。そういうことならば、この話はお引き受けします。ガブ、今引き受けるって言ったか？ええ、断る理由がありません。でもいつものパターンならガブがお断りしますっていうパターンじゃね。ガブガブも乗り気なら引き受けるしかないでしょう。だな。じゃあ引き受けるってことで OK かな、リーダー？ OK で。君らならそう言ってくれると思ってた。じゃあセラフィライトとファブエルのさらなる飛躍を願って、乾杯！乾杯！あ、さっき頼んでたお肉来ましたよ。そこの可愛い店員さんが持ってるお肉はドロドロ極上ホルモンかな。ファウタ、店員さんに絡むな。あと注文いいですか？これは利用するしかないですよ。珍しい、ガブ興奮してる。これが興奮せずにいられますか？お茶なんて入れてくつろいでる場合じゃないですよ。なんだよ、帰ってきて早々に。俺服にシュッシュするので忙しいんだけど。ああ、焼肉くせ。だから焼肉って嫌なんだよ。ホルモントロトロプリプリって喜んでたくせに。注文取りに来た店員たちもみんな俺見てトロトロになってたぜ。そうやってすぐ脱線すんな。一旦ガブの話聞くぞ。で、何を利用するって？セラフィライトに決まってるでしょ。彼らの人気を利用して善行を重ねて666億ポイント貯めるんです。ああ、はいはい、ポイントね。なんですかそのリアクションは。私たちがアイドルをする目的を見失わないでください。だって俺別に天国に興味ねえし。あなたたち今 G ポイントがどれだけ溜まってるか分かってますか？デビューした後どんどん溜まっていってたからな。もう10億くらい溜まってんじゃねえか。ミカ、教えてあげてください。78ポイントだ。え、少な！ガチか？ええ、ガチ寄りのガチです。なんでだ？ファンイベントもライブも頑張ってんのに。ファウタが社長に移動は馬車に乗りたいとかただこねたからじゃない？そんなこと言ってたのか。ただの馬車じゃない、白馬の馬車な。却下されたけど。そりゃされるだろう。っていうかなんで白馬？俺様のイメージぴったりだし、なんか面白いかなって。んなこと言えばオートロック付きのタワーマンションに引っ越したいって言ったのジェリーじゃんか。ジェリーのアイディアだったのかよ。うん、だってアイドルなんだからセキュリティは大事でしょ。それに空に近い方がなんかパパリに近い気がして落ち着くし。家賃がガチ高いせいか、なんなら前の寮より部屋狭くなってるけどな。いいじゃん、僕ら仲良し小良しだし。テレビ局の楽屋は一面お花畑のように花を置け、廊下にはレッドカーペットを敷けと言ったり。あれ、俺らの要望だったのか？テレビ局ってそういうもんなのかと思ってた。さすがおバカじゃなくてピュアだね。ミカは CD のボーナストラックに天国の素晴らしさについて語る説法を入れようとするし。何か問題が？大問題だろ。洋服は一度着たら捨てる、家事を手伝いに来るハウスキーパーさんにはわがまま放題、毎日寿司に天ぷらにステーキ焼肉カニ高級フレンチと贅沢三昧。舌が肥えて俺星3以下の店のものは受け付けなくて。あとミカ、トラとライオンを飼いたいって言ってましたよね。
ああ、彼らのモフモフは素晴らしい。はあ、そりゃポイントたまるわけねえか。ええ、だからここで心機一転、気合を入れる必要があります。そしてセラフィライトに並ぶ、いや超える人気を手に入れて善行を重ねる必要があるんです。だからルーシュ、いくらあの悪魔と顔を合わせたくなくとも、この番組には絶対出なければいけません。わかりますね？わかってるよ。出たくねえなんてダダこねたりしねえから。俺は全然いいけど、ダンセルが嫌かもなって。デビューが決まったくらいまでは二人は仲直りしたように見えた。最近は仕事が忙しく、悪魔たちと顔を合わせることも少なくなりましたが、会ってもあなたたち口も聞きませんよね。そんなことねえよ、挨拶くらいは普通に。ねえ、あの笑顔が怖い悪魔の親玉さんと何があったの？俺が聞きてえよ、ルーシュ。てかお前ら、ルーシュにあいつと仲良くしてほしいわけ？いえ、そういうわけでは。ならほっとけよ。俺らとインフェルノテラー、人類一のアイドル目指す以上、ライバルってことは変わりねえんだから。俺らは俺らで頑張りゃいいだろ。だな。俺らはセラフィライトの番組ガチで頑張って爪痕バッチリ残すだけだよな。ルーシュらしくてとてもいい。よし、みんなエンジン組んで気合い入れようぜ。うん、暑苦しい。ファウタやってあげなよ。無理、シュッシュしたばっかだから。それどういう意味だよ。悪魔たちと会って何も問題が起きずに終わるといいですけど。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローをすれば、きっとあなたも天国に行ける。